えただいまから法務委員会を開会いたしますえ委員の異動についてご報告いたします昨日までに和田正宗君が委員を辞任されその補欠として宮崎正夫君が選任されました理事の補欠選挙選任についてお諮りいたします委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますのでその補欠選任を行いたいと存じます 理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、異議ございませんか。はい、ご異議ないと認めます。それでは理事に宮崎正夫君を指名いたします。え国政調査に関する件についてお諮りいたします。本委員会は、今期国会におきましても、法務および司法行政等に関する調査を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認め、採用決定いたします。 この際鈴木法務大臣小村法務副大臣及び神田法務大臣政務官から発言を求められておりますので順次これを許します鈴木法務大臣、えー、法務大臣に就任いたしました鈴木啓介でございます、えー、皆様どうぞよろしくお願いを申し上げます 最初に委員長をはじめ、理事の皆様方、委員の皆様方には、法務行政の運営について、格別のご理解とご尽力を賜り,心より、心より御礼を申し上げます。法務行政を取り巻くさまざまな課題がまさに山積している現下の情勢において、法務大臣という重責を担うこととなり、その重責を改めて痛感しているところでございます。法務省は、基本法制の維持および整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、 出入国および外国人の在留の公正な管理などの任務を通じて、国民の安,心安全安心を守り、国民生活の基盤を維持、整備するという重要な役割を担っています。そしてこれらの役割を果たすことで、我が国の社会正義を実現し、さらにはひとたび社会正義が失われた場合には、困難を抱える方々に手を差し伸べて、社会正義が保たれた状態に戻すことが、法務省に課された使命であると考えております。 私は法務省に課されたこれらの崇高な役割と使命を果たすため、法務行政における具体的課題に文字通り全身全霊で取り組んでまいります。それでは法、法務行政における具体的課題への取り組みについて述べてまいります。まず困難を抱える方々への取り組みや、国民の権利擁護に向けた取り組みについてです。いわゆる闇バイトによる強盗詐欺の被害が相次いでいる中、これらの被害者を含む犯罪被害者等の方々に対しては、 被害から回復し、平穏な生活を取り戻せるよう、第4次犯罪被害者等基本計画および政府の会議体が決定した犯罪被害者等施策の一層の推進についてに沿って、きめ細やかな支援を実施します。さっきの通常国会で成立した総合法律支援法改正法により導入される、犯罪被害者等支援弁護士制度について、早期に円滑かつ充実した運用を開始できるよう、準備を着実に進めます。 また、いわゆる被害者等の心情等の聴取伝達制度について、引き続き犯罪被害者等の方々に寄り添い、適切に運用いたします。犯罪被害者等の方々の思いに応える保護観察処遇等の充実に取り組みます。性犯罪、性暴力は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その真摯に長年にわたり重大な苦痛を与え続けます。性性犯罪性暴力対策のさらなる 強化の方針等を踏まえ、昨年6月に成立した改正刑法等による厳正な対処及び再犯防止施策のさらなる充実強化等を図り、引き続き性犯罪、性暴力対策を進めます。児童虐待について、政府で取りまとめた児童虐待防止対策のさらなる推進についても踏まえ、関係機関と連携し、その根絶に取り組みます。父母のの離婚等に直面すするる子たたちの利益を確保するため 先の通常国会で成立した民法等改正法について、関係府省庁等と連携しつつ、円滑な施行に向けた準備を着実に進めます。いじめや虐待、障害のある方やマイノリティの方々に対する偏見や差別、インターネット上の人権侵害など、さまざまな人権問題への対応については、一人一人がお互いを尊重し合える社会を目指して、関係省庁等と連携し、人権相談や調査・救済活動を充実強化するとともに、 人権啓発活動等の取り組みを推進いたさまざまな困難を抱える,抱える方々があまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるよう、多様化する法的ニーズを的確に把握し、法テラスによる総合法律支援の一層の充実に取り組むとともに、そのために必要な体制の強化に努めます。令和6年野党半島地地震の被災地において 被災自治体のニーズに応じ、災害やその他の公費解体により、滅出した建物の,建物の職,職権滅出登記を推進します。はい、旧統一,統一協会問題について、関係省庁等と緊密に連携しつつ、法テラスにおいて、総合的対応窓口による一元的な相談対応を行うとともに、特定不法行為等被害者特例法に基づく支援を着実に実施し、 被害者の迅速かつ円滑な救済に万全を尽くします。昨年10月、最高裁判所において、性同一性障害特例法に関する意見決定がされたことについて、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。立法府の動向等を注視しつつ、関係省庁と連携して、引き続き所要の検討を進めます。夫婦の氏の在り方について、多様な考え方があることを踏まえ、 国民の間はもちろん、国会でもご議論いただけるよう、情報提供を行ってまいります。次に、安全安心な社会の実現について、実現に向けた取り組みについてです。刑法犯で検挙された者の,の約半数が再犯者という状況が続いています。国民が犯罪による被害に遭うことを防止し、安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、再犯を防止することが重要です。第2次再犯防止推進計画に基づき、 国地方公共団体、民間協力者がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携することで、再犯防止に向けた取り組みを強力に推進しいたします。地方公共団体や保護司、公正保護事業者、協力雇用主等の民間協力者への支援などのほか、公正保護に関する地域支援助等の適切な運用を通じて、地域における支援ネットワークの一層の充実強化に努めます。 また保護士の安全確保対策を含め、持続可能な保護士制度の確立に向けた取り組みを着実に進めます。令和,7年,令和7年6月に拘金刑が導入されます。拘金刑は個々の受刑者の特性に応じたきめ細やかな処遇の実施により、効果的な改善構成と円滑な社会復帰を図ることを目的としています。その導入に向けて適用の検討を進めるとともに、 刑務所等における適正な処遇の実施に努めます戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中公安調査庁においては人工知能等の新たな技術も活用しつつ公共の安全を脅かしうる偽情報の拡散を含む影響工作や安全経済安全保障サイバー空間上の脅威国内外におけるテロ関連動向に関する情報の収集分析等にも努め政府の 政策にににさらに積極的に貢献いたします北朝鮮に関しては、核・ミサイル関連の動向、日本人拉致問題を含む対外動向や、北朝鮮内部の状況等について、関連情報の収集、分析等を進めます。東シナ海や台湾海峡をはじめとする、我が国周辺地域の安定が極めて重要であるとの観点から、我が国の領土、領海、領空の警戒、警備に関しても、関係機関と連携し、適時の情報提供を行うなど、 適切に対処いたしますいわゆるオウム真理教について、団体規制法に基づく監察処分の適正かつ厳格な実施や、アレフに対する再発防止処分の実効性の確保等を通じた公共の安全の確保に努めます。次に、出入国および外国人の在留の公正な管理を実現するための取り組みについてです。外国人との共生社会を実現していくために、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、 適切な支援等を行うとともに、ルールに反するものに対しては厳正に対処する対応す、対応することを基本として取り組みます。引き続き、外国人支援コーディネーターの育成・認証制度や、外国人在留支援センターにおける支援等の取り組みを推進いたします。さっきの通常国会で成立した入管法等改正法によって導入される育成就労制度により、技能実習制度で指摘されていたさまざまな課題を解決し、 我が国が外国人材から選ばれる国となるための魅力ある制度を構築いたします。また、育成就労制度の導入と合わせて、特定技能制度の適正化を図ることとしており、両制度を通じて長期にわたり我が国の産業を支える外国人材が確保されるよう努めます。育成就労制度等の円滑な実施に向けて、その準備に万全を,尽くすと万全を期すと,とともに、関係者に対して丁寧な広報周知に努めます。 一層円滑かつ厳格な出入国審査を実現するため、地方空海港の出入国審査環境を整備するとともに、入管税関手続きに必要な情報を同時に提供することができる共同キオスクの運用本格運用の開始や、我が国にとって好ましくない外国人の入国を未然に防止するのみならず、審査の円滑化を可能にする電子 渡航認証制度、日本版エスタ導入の準備とデジタル技術等の活用による出入国審査業務のさらなる高度化に取り組みます。一方で、不法滞在者等、退去強制すべきものを早期に送還することが重要であり、長期収容、送還忌避の課題解消に努めるとともに、引き続きウクライナ避難民等、難民と同様に保護すべきものに対する適切な 支援に取り組むなど国際情勢の変化に応じて適切に対応いたします次に法務行政における国際貢献に向けた取り組み等についてです国際情勢が引き続き緊迫する中法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるべく司法外交を一層強力に展開いたします昨年我が国が主催した司法外交閣僚フォーラムにおいて設置が合意されたウクライナ汚職対策タスクフォースや ・ NEXT リーダーズ・フォーラムを引き続き開催するほか、これまで長年にわたり続けてきた法制度整備支援を、ASEAN 地域のみならず、太平洋島諸国、中央アジア、ウクライナ等にも戦略的に拡大するとともに、国連アジア極東犯罪防止研修所によるえ国際研修等を通じた各国の刑事司法実務化の能力構築支援を拡充するなどして、法の支配の定着に向けてリーダーシップを発揮してまいります。 京都コングレスの成果の一つである京都保護士宣言を踏まえ、我が国が誇る保護士制度を世界へ発信、普及させる取り組みを推進いたします。国際仲裁が国際取引から生じる法的紛争の解決手続きとして世界的に利用が進んでいることに鑑み、国際的な法の支配の促進に向け,て向け、我が国における環境整備を進めるとともに、東南アジア地域等における普及を図ります。国連国連際小取引法 委員会等の国際機関におけるルール形成を主導しますまた国際小取引を円滑化し対日投資を促進する基盤として関係省庁等と緊密に連携し AI 翻訳を活用するなどして我が国法令の外国語訳の整備を一層推進いたします最後に時代に即した法務行政に向けた取り組みについてです刑事手続き等において情報通信技術を活用することで 手続きに関与する国民の負担軽減や手続きの円滑化、迅速化を図るとともに、情報通信技術の進展等により生じている新たな犯罪事象に厳正に対処できるようにして、国民生活の安全・安心を確保することは重要かつ喫緊の課題であります。そのため、刑事手続き等において取り扱う書類の電子データ化に関する規定の整備などを内容とする刑事訴訟法等改正法案について、 国会に早期に提出することができるよう、速やかに検討を進めます。当該技術の活用に不可欠となるシステムの整備についても、関係機関と緊密に連携しながら、スピード感を持って進めます。令和7年5月から、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名を追加することを主な内容とする改正戸籍法が施行されます。戸籍において氏名の振り仮名を交渉し、 これを官民の手続きで利用可能とすることは、各種情報システムにおける検索や管理等の効率化に資するものであり、デジタル社会における重要なインフラを構築するものであることから、施行に向けて必要な準備を着実に進めます。またた司司法試験及び司法試試試試験験験験験予備試験について受験者者ののの利便性の向上試験関係者の負担軽減等を図るため 令和8年に実施する試験から CBT 方式による試験の導入等を目指すなど、試験のデジタル化に向けた取り組みを進めます。さらに司法アクセスのさらなる向上を図るため、デジタル技術を活用した裁判外紛争解決手続きである ODR を推進するとともに、法テラスにおいて法律相談等へのデジタル技術の利活用や各種業務のデジタル化に取り組みます。保護士活動を含めた公正法行政のデジタル化について、 情報セキュリティに十分配慮しつつスピード感を持って進めます所有者不明土地への対策は将来を備えて政府全体で取り組むべき課題です本年4月に施行された相続登記の義務化や令和8年4月に施行される住所等変更登記の義務化はこの対策の中核をなすものであり関係機関と連携し国民各層への周知広報などに取り組みます また今後、急増することが見込まれる老朽化マンション等においても、所有者不明都市と共通の課題があることを踏まえ、区分所有法制の見直しに向けた関連法制を国会にに早期に提出でき関連法案を国会に早期に提出することができるよう、所要の準備を進めます。土地に関する重要な情報基盤である、登記書備え付け地図の整備については、全国において法務局の作成地図作成事業を、 推進するとともに令和7年度以降の次期地図整備計画の策定に向けた検討を進めます自由で公正な社会の社会を実現するためには社会を形作る一人一人が自らの考えをしっかり持つことそしてお互いの考え方を尊重して生きていく力を身につけることが重要ですその中身となる諸原理や法の役割を理解し 法的なものの考え方を身につけられるよう、法教育を積極的に推進いたします。強制施設をはじめとする法務省施設の耐震化、老朽化対策については、中長期的な視点に立ち、着実に推進いたします。また、災害発生時の避難所としての機能確保にも努めます。高度度複雑化すするるる法法的需要に的確に確応ええ司法制をを支える人材を確保育成するため関係 機関等と連携し、新たな放送要請制度や放送の魅力についての情報発信等の取り組みを推進いたします。裁判官の報酬月額、および検察官の報酬月額を改定するための、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、および検察官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案につき、今国会での速やかな成立を目指します。 郡村正博副大臣、神田純一政務官、そしてすべての法務省の職員と一丸となって、さまざまな課題の解決に、課題に着実に取り組んでまいりますので、委員長をはじめ、理事の皆様方、委員の皆様方におかれましては、一層のご理解とご協力を賜りますをよろしくお願い申し上げます郡村法務副大臣。はいえー、法務副大臣の小村正弘です 法務行政の諸課題については、いずれも国民生活の基本、根幹に関わる重要なものばかりであります。神田法務大臣政務官とともに、鈴木大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。委員長をはじめ、理事、委員各位のご指導とご協力を心からお願い申し上げます。神田法務大臣政務官、はいえー。法務大臣政務官の神田淳一です。 法務行政を推進していくにあたり、鈴木法務大臣、河村法務副大臣と力を合わせ、誠心誠意取り組んでまいる所存です。委員長をはじめ、理事、委員各位の皆様のご指導とご協力をよろしくお願い申し上げます。この際、氏元最高裁判所事務総長から発言を求められておりますので、これを許します。氏元最高裁判所事務総長。 本年の9月11日付で最高裁判所事務総長を拝命いたしました宇本敦史でございますどうぞよろしくお願い申し上げます委員長はじめ法務委員会の委員の皆様方には平素から私ども司法の立場につきまして深いご理解と格別のご配慮をいただきまして誠にありがとうございます言葉を借りいたしまして厚く御礼を申し上げます近年の社会経済活動の複雑化や社会構造の変化など 裁判所を取りり巻くく状況の変化は大きく加速しております、えー、来年度に本格的な改正法の施行を迎えます、民事訴訟をはじめとする民事関係手続きのデジタル化に加え、本年5月に成立いたしました、父母の離婚後等のこの要求に関する民法等の一部を改正する法律につきまして、新しい制度の下で適切な運営を行いますよう、必要な準備を整えますとともに、 裁判の各分野について、あるべき裁判の姿を見据えた運用改善に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。えもとより、裁判所の役割は、適正かつ迅速な裁判を行うことでございます。具体的な事件の裁判を通じまして、国民の基本的人権を擁護し、法の支配を確立するという責務を十分に果たし、国民の皆様の司法に対する期待と信頼にお応えできるよう、取り組んでまいる所存でございます。 法務委員会の委員長をはじめ、理事、委員の皆様方におかれましては、今後とも裁判所の運営の充実強化のために、一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。簡単ではございますが、以上をもちまして、就任の挨拶とさせていただきまます。ありがとうございいしした。た本日はこれにて散会いたします。